皆様お待たせいたしました。これよりトークセッション第1部を始めさせていただきます。なお本日の各トークセッションでは質問を受け付けるお時間は設けておりませんので、あらかじめご了承ください。それではトークセッション第1部、トークテーマは震災の経験を次世代につなぐです。スピーカーを務めていただきますのは NPO 法人仁川村博司様。一般社団法人双葉プロジェクト山根美穂子様。福島県立会津学法高等学校2年青田光志郎さん。以上3名の皆様です。モデレーターは私福島 FM アナウンサーの三好理香が務めさせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ここで本日のトークセッションの趣旨をご説明いたします。震災から11年となり、震災を経験していない子どもたちや震災経験が幼少期であるために記憶が曖昧な状態にある若い世代が増えています。当時福島県で何が起きたのか、人々がどのような行動をしたのかといった震災の記憶を若い世代をはじめ多くの方に伝えることは、震災の風化を防ぎ教訓を今後に生かすためにも継続的に取り組んでいく必要があります。この震災、原発事故は年齢や居住地、社会的立場により被災経験が異なる点が特徴的です。そこでこのトークセッションでは次世代へつなぐをテーマに、それぞれの異なる境遇、立場からの経験や記憶、そして活動などを共有し、次世代にどのようにつないでいくべきかを発信してまいります。それでは改めて簡単にはなりますが、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。福島 FM でアナウンサーを務めさせていただいております。現在は夕方4時から7時まで3時間、平日に放送していますレディオグルーヴという番組の木曜日と金曜日を担当させていただいています。少し2011年地震が起きた時のお話をさせていただきますと、私はスタジオで収録をしておりまして、でものすごくこう大きな揺れを感じて、もうこれはただごとではないと、すぐに緊急放送を入れなくてはいけないと、当時スタジオに残っていたアナウンサーもう一人と一緒にですねスタジオに入りまして、そこから福島 FM 弊社は24時間体制で緊急放送をおよそ3週間にわたりまして放送をすることになります。災害の時にはそのラジオが被災者の支えになるということは、アナウンサーになった当時からずっと教えられてきていたことですので、その言葉を支えに24時間、当時弊社のアナウンサーは局アナが4人でしたので、8時間ごと3交代ですね、3人で回していく、でもう1人が情報収集という形で、ラジオを放送させていただきました。3月の11日が毎年近づくにつれて、今年は3月に入ってどんなことをラジオで伝えようか、どんな思いを届けていこうかと本当に悩むんですけれども、今日ご登壇いただきました皆様のお話をですね、私自身もしっかりと心に刻みまして、来週以降の放送でも伝えていければなと思っております。皆様改めてよろしくお願いいたします。
それでは登壇者の皆様から自己紹介をいただきまして、その後当時の状況やどのような行動をとり、そして現在の活動にどうつなげているのかといったお話をお願いしたいと思います。まずはじめに NPO 法人ZIN川村さんよりお話もお願いしたいと思います。川村さん、どうぞよろしくお願いいたします。NPO 法人ZINの川村と申します。着座で申し訳ないです。失礼します。僕たちは介護とか福祉 の、 事業が仕事だったもんですから、震災当時も高齢者の通所介護とか障害を持ってらっしゃる子どもさん の、 サービスとか、あとリハビリ施設なんかを運営しておりました。次お願いします。震災がありまして、僕たちは二本松市と本宮市とあと福島市にサポートセンターを開設いたしました。阪神・淡路の大震災の反省を踏まえて、中越地震でサポートセンターが設置されて、それがすごい効果があったということで、福島にもこれは必要だなということで、震災のあった翌月4月の段階でこのサポートセンターの設置を町の関係者の方とか県の関係者の方と話し合いをしました。はい、次お願いします。大変なのは多分2年間ぐらいなのかなっていうふうな感じをしてました。職員が45人いたんですけど、25人が県外に避難して20人残って、で現地で30人新たに採用して50人体制で避難している方の生活支援をしようということで決めまして、ただ2年間でそれをまあ何て言いますかね、仕事としてやろうというふうに決めました。で2年経ったらば本来皆さんがやりたかった仕事に戻ってもらって、というふうな感じで考えてました。で障害者関係も非常に困ってたもんで、震災サラダ農園っていうのを開設したり、サロン道場、これはサラダ農園は南相馬市で、サロン道場は川内村だったんですけど、それから障害者も高齢者と同じくケアマネージャーがいないとサービスにつながらないので、こんな事業を開設したりしました。震災から2年後に警戒区域が再編されて、僕たちのところは避難指示解除準備区域になったものですから、日中の立ち入りが可能になる、なりました。でその時にから野菜を栽培するようになりました。で野菜を出荷しようと頑張ったんですけども、出荷を目前にした最後のモニタリングで100ベクレルを超える数値が出て、出荷はかなわなくなりました。はい、以上。次、そうですね、この地域はやっぱりこう住めない地域なのかなということで、非常にこうがっかりしたんですが、チューリップの球根を植え、それから秋冬野菜の花が翌年菜の花として咲き誇りまして、1ヘクタールの花畑が出来上がっちゃって、そしたらそばを通る車が畑の前で皆さん運転手降りてきて、まあ、ここを通ると心が洗われるようだっていうような話をたくさんいただきまして、まあ、野菜がダメなら花で頑張ってもらおうかなっていうふうな思いを持ちました。次お願いします。で震災から3年後だったんですけど、夏季部門を設立しました。まあ今言ったような感じで、花っていうのはこうすごい人を寄せつける魅力があるのかなというふうに思いました。ちょうど福島県から花の出荷中央の方にもできなかったもんですから、一番の方からも花出してくださいっていうような依頼は再三にわたってありました。次お願いします。
農業から始めようと思ったのは、人がいないのでサービス業は成り立たなかったので、人がいなくてもできる農業からやらなくちゃいけないって思いました。それから多分戻ってくる方は元気な高齢者、現役は引退したけどまだまだ元気な方、こういった方が戻ってくるんだろうと思ったんですけど、10年15年経った時にやっぱり次の世代の人がいないと困るので、若い人にやっぱり町に来てもらわなくちゃいけなかったので、その時にこの学生さんたちは最初早稲田大学だったんですけど、それからオール早稲田になって、法学部から始まったんですけど、オール早稲田になってオール関東になって、2年間学生さんに来てもらってボランティアしてもらって、今度ワークショップをやって、どういう農業だったらみんなは働く選択肢に農業が入るかっていうようなことで、週休2日で手取りで500万ぐらいだったらば農業やるっていうようなことだったんですね。それでそのモデルを僕たちが作って皆さんにそれを紹介するようにしました。研修生も多く来まして、今7組の花農家が誕生したんですけど、次年度さらに3組花農家が誕生するので、もうすぐ10組の花農家になります。それから浪江町の花 の, 栽培技術が優れててクオリティが高いものですから、福島県のトルコギキヨがビクトリーブーケに採用されまして、僕たちの方も貢献させてもらいました。まあ、こんな感じで今ちょっと人を若い方をですね町に呼び込んでるっていうような活動をしているところです。以上です。はい、ありがとうございます。川村さんのテーブルの前にはとても素敵なお花がありますが、こちらは川村さんが育てられている、はい、この黄色いのはミモザっていうんですけど、3月4日が国際女性デーで、はい、ものすごい需要はあるんだけど供給がなくて、でその浪江でこれが栽培できないかっていうのを2年間今ちょっと実験してるんですけど、なかなか寒くて難しいんですけど、はい、これがもしできればかなり売れると思いますけど。そうですね、はい、じゃこの後のお話も楽しみにしております。川村さん、ありがとうございます。続きまして、一般社団法人双葉プロジェクト山根さんより同じ質問になりますが、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。一般社団法人双葉プロジェクトの山根と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず自己紹介からということでお話しさせていただきます。私は双葉町の出身で、高校卒業まで双葉町で生活をしていました。で、高校卒業後ですね、一旦地元を離れたんですけれども、2007年ですね、震災が起こる3年ちょっと前に双葉町に U ターンしてきました。で、今はですね、いわき市の方に住んでおりまして、2児の母ということで娘が2人おります。で、職歴というか、仕事はですね、これまで一番最初は、フルートの製造ということで、ずっと吹奏楽部でフルートを吹いておりまして、製造の方に最初は回りました。で、震災後ですね、震災前に双葉町に戻ってきて、地元のお店で菓子製造の販売ですとか、園芸店、カフェが併設された園芸店なんかで、接客とかですね、しておりました。で、震災後、避難先が落ち着くまではですね、アルバイトとかいろんなことをしてたんですけれども、2013年に双葉町の復興支援員として活動を始めまして、町の広報やコミュニティ支援ですね、なんかをしておりました。で、2019年の4月からですね、双葉町に町づくり会社ができまして、今一般社団法人双葉プロジェクトというところで、主にですね、震災事故復興伝承事業という事業あるんですけれども、町内の視察案内ですとか、インターン生を受け入れて町の状況をお話ししたりとかっていうようなことをしております。次お願いします。震災当時の状況なんですけれども、震災当時は南相馬市の園芸店で働いていました。で、震災が起きたその時はですね、花の仕入れ、これから3月卒業入学シーズンということで花をたくさん仕入れようということで仙台市に行ってですね、仙台市の市場で地震が起きました。で、その時
4トントラックで移動していてですね、まあ、当時の社長と一緒に4トントラックで移動していて、まあ、地震があってその後すぐ帰ろうとしたんですけれども、高速道路が通れなくて、じゃあ海側の道いつも通ってるから通って帰ろうとしたら津波で危ないから山の方に逃げてくださいって言われて、山道を通ってですね、なかなか4トントラックでどこ通れるのかわからなくて、途中地元の消防団の方がバイクで先導してくれたりしてですね、なんとか帰ってきました。で、自宅に着いたのがその日の夜11時頃でしたね。で、家に帰ったら、まあ、当時は母と2人暮らしだったんですけれども、まあ、玄関に役場にいますという張り紙が貼ってあって、まあ、役場、双葉町役場のすぐ近くに住んでいたので、その日はまあ家には入らずにですね、そのまま役場に行きました。で、まあ、そこからですね、避難生活が始まったんですけれども、まあ、一晩役場で過ごして、で翌朝ですね、避難指示が出されて、まあ、田村市の体育館、あと会津若松の体育館、あと埼玉県の県営住宅、あと福島県に戻ってきて、いわき市の仮設住宅、刈り上げ住宅、復興住宅ということで一通り経験してきたと、はい、いうところです。数日で戻れると思ってですね、まあ、町を離れたんですけど、まあ、今11年もうすぐ経つんですけれども、今も避難生活が続いているというところです。はい、次お願いします。で、まあ、お仕事の話なんですけれども、2013年の9月からですね、双葉町に関わる仕事を始めまして、最初は双葉町の復興支援員として町の広報誌作りのお手伝いですとか、まあ、SNS を使った情報発信、あとですね、コミュニティ情報誌、震災後にできた情報誌があったんですけれども、それを作ったりしていました。あとは町民が避難先で活動するためのですね、まあ、自治会の支援ですとかイベントの企画運営なんかを行っていました。で、この活動を通してですね、いろんな町民に会う機会がかなり増えて、まあ、そこで双葉町の思い出ですとか町のことをいろいろ聞いているうちにですね、双葉町のことが好きになって、まあ、今につながっているかなと思っています。はい、次お願いします。で、現在ですね、双葉の町づくり会社の双葉プロジェクトというところで働いています。で、この会社はですね、2019年4月ですね、ちょうどもうすぐ3年経つところなんですけれども、交流人口、あと居住人口の増加を目的にですね、まあ、町づくりというか、まあ、いろんなことをしているんですけれども、今はまずですね、双葉町まだ人が住めないというところで、まあ、まずは町を知ってもらう、で知ってもらって来てもらうためのきっかけを作るというような活動で、情報発信、魅力発信というところと、まあ、町内の視察対応、あとはイベント企画実施というところを行っています。で、もう一つ双葉町の町内の住環境ですかね、それを保つというところで町内の美化活動を行ったりですとか、あとは会社としては、今立ち入り自由になっている地域の個別巡回パトロールというようなことをしていたり、あとこれから本格的に動き出すんですが、空き地空き家の利活用を、はい、これから進めていくようなことになっています。はい、次お願いします。で、今ですね、双葉プロジェクト職員として、母として双葉町民としてというところで、まあ、プロジェクトの職員としてはですね、今、交代でですね、もともと震災前双葉の駅だったところに職員が常駐して、双葉町を訪れた人に町の状況をお話ししたりとか、まあ、道案内をしたりも しています。で、あとは花を通して町を明るくしようということで、まあ、避難先町民ですとか町内にいる事業者さんたちとですね、花を植えてそれを駅周辺に飾ったりしています。で、また双葉町に訪れた人たち、町内視察とかで訪れた人たちに町の状況を説明したりということも行っています。で、あとは母としてというところで、まあ、子どもたちまだ小さいんですけれども、双葉町を好きになってほしいなと思っていまして、まあ、何か楽しいイベントがあるときとかは双葉町に連れてくるようにして、今は楽しいところなんだよっていうのを伝えられたらいいなと思っています。で、またですね、まあ、
前からフルートを吹いていたというつながりもありまして、今双葉町の伝統芸能にも参加していまして、神楽ですとか豊祭踊りってあるんですけれども、その時に笛を吹くっていうような活動もしています。まあ、今仕事もプライベートもですね、双葉に来る機会が増えて、まあ、日々町の変化を肌で感じられる毎日を送っています。でその生活を通してですね、双葉町の良さをいろんな人に伝えたいと思っています。でそれがですね、自分がいずれ双葉町で生活する、でそれが私たちだけじゃなくて、もっと仲間を増やすために、生活していきたいと思っていますので、なるべく情報発信しながら、自分も楽しく双葉で過ごせるようにと思いながら、日々今生活を続けているというところです。はい、私から以上です。はい、山根さん、どうもありがとうございました。それでは最後に、福島県立会津学法高等学校の青田さん、よろしくお願いいたします。福島県立会津学法高等学校の青田光志郎です。今日はよろしくお願いします。じゃあまず自己紹介の方からしたいと思います。出身地、今現在は会津若松市に住んでいるんですが、震災当時は福島県の相馬市の、原釜地区、海の近い方に住んでいました。今の部活は SSH 探究部ということで、研究を主にする部活について、部活活動しています。次お願いします。じゃあまず震災の当時と、状況ということで、自分は記憶が曖昧ではあるんですけど、はっきりと覚えていることとしては、幼稚園の時に、病院に向かう途中で車の中で地震に遭遇したということを覚えています。当時は祖母と一緒に病院に向かっていました。でその日は地震で家は浜の方にあるので、行くことができなかったので、山の方にある祖母の家に一緒に行って、母と父と会って一夜を過ごすという形になりました。でその後、原発事故が起きてしまったので、原発事故の影響で一時秋田県に避難して、小学校生活と2年間秋田県で過ごすことになりました。でその後小学校生活は福島県の只見町に父の転勤で引っ越して、で3年生から6年生まで、福島県の方で只見町の方で小学校生活を過ごして卒業して、で、今住んでる学校、今通っている学校高等学校、そして学校中学校の方に入学して、会津若松市で今年で5年目、来年で6年目過ごすということになっています。次お願いします。被害の時の写真ですね。これは、祖母の、海側の方での祖母の家で、お風呂と土台だけしか残っていないという状況ですね。次お願いします。これもそうですね、全部建物が流されてしまっているような状況ですね。次お願いします。これが、瓦礫とかが全て撤去されて今の現在の様子になっています。もう何もなくなってしまって、今緑地の公園になっている状況ですね。次お願いします。で僕は今年高校生語り部講座というものに参加したんですけど、その参加した経緯についてお話しします。今年は学校の授業の一環として原発の廃炉について学ぶという授業を1年間かけて行ってきました。その中で、これから多分写真も出てくると思うんですが、国際廃炉フォーラムなど、大きな廃炉に関するようなイベントが開かれて、聴者オーディエンスとして参加するという形が多かったです。いいですかね。で、このような経験を通して、廃炉とかそういうものを学んで、あとは自分が実際に被害を受けた人でもあるので、そういうものの経験を他に伝える、他の人は会津の友達だったりとか、あとは会津に住んでいる人に伝えられるのではないかなと思ったので、自分の経験を伝えるために語り部講座に参加しました。次お願いします。これが学校の時、学校での写真になります。まずは、廃炉に関する研修ということで、 NDF の原子力損害賠償廃炉等支援機構の方々に、リモートでつないでお話を聞きました。この企画は原発の廃炉に関する自分たちの質問を NDF の方々にぶつけて解決していくっていう企画で、
自分がやっぱり避難していたという影響もあって、あまり原発とか廃炉に関して詳しくはなかったので、このような機会に知ることができて、とてもいい経験だったなと思っています。次お願いします。次がこれは語り部を聞く、語り部を聞く会があって、その様子です。実際に被害を受けた2人の方からこの時はお話を聞きました。この中で僕がすごく印象的だったお話があって、その目の前で人々が流されていってしまった、その人は当時小学生だったんですけど、流されていってしまったっていう人のお話を聞いて、その自分が手を差し伸べてあげれなかった、助けることができなかったっていう話を聞いて、なんかすごく、映像に残るというか、頭の中で映像に残るような覚えをした覚えがあります。でこの時にその防災に対する意識というか、そのちょっとした慢心とか油断が命に直結するっていう、自分の命は自分で守るっていう考え方がすごくこの時に思ったなっていう印象がありますね。次お願いします。これが国際廃炉フォーラムという企画で、この前に福島未来ワークショップっていう、ところに僕が参加して、でそこのお話で出たこととかも使われているのが廃炉国際フォーラムなんですけど、世界の研究者の方とか、原発の廃炉に関わっている研究者の方が集まって、地域をどう活性化させていくか、どう廃炉に向かっていくかというものを話し合うのがこの廃炉国際フォーラムです。僕は聴者として今回は参加したんですけど、その福島の原発の廃炉っていうものがその世界に注目されているっていうことをすごく実感した一日だったなと感じております。次お願いします。はい、でこれが今自分が震災に関わっていることですね。今まで話した通り、さまざまなフォーラムに参加して当時の様子を、学習する学ぶというような機会をすごくありました。あとは研究発表会とか、あとは学校の研究発表会ですね。そういうところで自分が登壇して、そのフォーラムとかで学んだことをしゃべるであったりとか、自分の経験をしゃべるであったりとか、そういうものを発表する、あとは語り部講座に参加して、福島県内の高校生としゃべって、どういう経験をしてきたのか、今どういう活動をしているのかというような活動に参加しました。そしてあとは震災復興に関わる夢の実現のためにということで、自分 の, あの震災に関わる夢を発見したというのが僕の今までの17年間ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、青田さんありがとうございます。すごい、もうしっかりしていて、自分の10代の時と比べると、本当に思いをしっかり刻んで歩みを進めていらっしゃることに、福島県の未来は明るいなと今思ったんですけれども、もうそれぞれ川村さん、山根さん、青田さんと私 の, 想像を超えるいろいろな困難を乗り越えながら、今福島、そして地元のためにさまざまな活動をされていらっしゃるんだなとお話を聞いていて強く思いました。でここからはそれぞれの皆さんの活動の中で、その震災の経験をどのように感じてほしいと思って伝えてこられてきたのか、思いの丈といった部分や、活動の中で力を入れていた部分などがあれば、もう少しずつ具体的に教えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。では川村さん、お願いできますか。はい、おそらく人それぞれ震災によってですね、感じ方はもう全部違うんだろうと思うんですね。やっぱり大切なものを失い、コミュニティを失いしてね、そのやっぱり原発の事故によってこんなふうになっちゃうんだよっていうようなこともね、やっぱり伝える方もいらっしゃるだろうし、すごく困ったっていうことを、伝える方もいらっしゃるだろうし、で僕たちはそんな中で考えてたことは、事故っていうのはきっと生きていく間では必ずどっかであるんだろう。道歩いてて木が落ちて死んじゃうとかですね、歩いてて道に穴に落っこって大怪我しちゃうとかっていうこともあるんだろうと思うんですけど、そういう時にいかにその何て言いますかね、前向きにたくましく生きていくかっていうことも大事なのかなというふうに僕たちは思って、
なんていうのかな、自立をいち早くしましょうよっていうようなことについてはずっとこうぶれずに来たっていう感じはしますね。はい、山根さんはいかがですか。はい、私はですね、大学生とか大学のゼミとかですね、卒業の研究で双葉町のことを取り上げるために双葉町のことを知りたいって来てくれた学生ですとか、あとはこの伝承館の一般研修プログラムで浪江町と双葉町をバスで回って案内するフィールドワークがあるんですけれども、そこでも浪江と双葉を案内させてもらってます。で、結構修学旅行とかの学年行事で来る子たちと、あとはもう大学で自分で研究したいと思ってきた人たちと、やっぱりいろんな子がいるので、そのいろんな子たちに対して、いかにその自分にもいつでも起こりうる災害だとかことだよっていうことをいかに伝えるかっていうのが結構難しいなとは思っていて、本当に自分ごととしてなんとか感じてほしいなっていうことはいつも思っています。なので、例えばその子が通っている学校が海から近かったりとかしたら、自分の学校って海からどのくらいの距離にあるのっていう逆に質問をしてみたりとか、あとはあれですね、原発から何キロの距離に住んでるのっていう話をしてみたりとかですね、あともし自分が生まれ育った家に帰るのに許可証が必要ってなったらどう思うっていうような、なるべく自分のこととして考えてもらうようなことを問いかけたりっていうことをなるべくするようにして今います。そうですね。その震災を経験していないという世代がこれから増えていく中で、いかに自分に起こりうることなのかっていうことを分かりやすく伝えていくってものすごく大事ですよね。さあ、そして、どう伝えていかなければいけないかと、私たちが思っている部分では、その伝えられてきた世代、若い世代の代表としてお聞かせいただきたいんですけれども、青田さんはどんなふうに思われますか。そうですね、やっぱり会津地方に住んでいるので、浜の状況というか震災何が起こったかっていうのを、僕はもちろん経験してるから分かるんですけど、友達とかに聞くとやっぱり分からないというか、地震が大きかったぐらいの情報しかやっぱりみんな知らないので、そのやっぱ今年1年かけて知ることができたっていうのがすごく大きくて、やっぱり経験を喋ってくださるというか、僕たちに教えてくださるっていうのはすごくありがたいなと、僕も感じてるし多分みんなも感じてるんじゃないかなと思います。で、山根さんがさっきおっしゃってたんですけど、どこでも災害が起きるというか、いつ起きるかわからないっていうのを、その意識をすごく持たされたなっていうのが今年の1年で、今の時代、その津波だけじゃなくて台風だったりとか洪水だったりとか、その会津地方でももちろん災害が起きるので、その災害に対する意識というか、自分の身は自分で守るっていう、そういう意識をすごく伝わったというか教えられたっていうのってすごくありがたいなと感じていますね。山根さん、今青田さんのお話聞いていてどんなふうに思われますか。そうですね、私自身もやっぱり自分が被災者になる前まで、やっぱりどっかの自然災害起きた時とか、本当に人事っていうか、あんまり身近なこととして捉えられなかったっていうのがありまして、やっぱりそのせいで、避難した時にちょっと不便だったりとか、もっと準備しておけばよかったなって思ったこともあるので、なるべく何て言うんでしょうね、この震災の時本当にまだ子供だった、ちっちゃかった子たちとか、まだ生まれてないなかった子供たちには なるべく私の経験から伝えられることは伝えたいと思っているんですけど、やっぱ難しいところもあって、でもなんか今ここで話しているだけでも、隣で青田くんがそういうふうに思ってくれたりとか考えてくれたっていうのは、やっぱりちょっと意味があることなのかなっていうふうに感じます。
でも青田君はご自身も実際に被災をされて避難をして会津で生活をしていてっていう中で、もう青田君自身ももうこれから語り部としてもね、いろいろと周りに伝えていくというそんな存在でもありますよね。そうですね。ね、ちょっと青田君にはこの後大人になってからの夢なども伺えればななんて思っているんですけれども、改めて今その青田さんの話を聞いて、川村さんと山根さんは伝えていく難しさなども感じていらっしゃると思うんですけれども、今後さらに伝えていく活動を続けていく上での何かヒントのようなもの、あとここは変えていった方がいいのかなといったものは川村さんどうですか、ありましたか。そうですね、まあ、大変失礼な言い方かもしれないんですけど、こう避難した方が避難先でですね、避難先の方が何て言いますかね、それは大変だろう、応援し続けるよっていうような生活をしてたかっていうと、そういう方が多かったわけ、なんつうんだろう、そうじゃない方もいらっしゃったような気が僕はしてんですよね。まあ、当然のことながら賠償っていうのは 大事な問題ではあるんですけれども、僕たちはもうちょっとこうたくましくこの危機を乗り越えていかなくちゃいけないような気がしてんですよ。例えばこんな風にしたらば賠償金が増えたよ、こんな風にしたらばお金が入ったよっていうような茶の間の話をするのか、あるいは困ってる人のためにお父さんはこんな風にしたんだよ、おじいちゃんはこんな風にしたんだよ、 おばあちゃんはこんな風にあの時来たんだよってこう胸を張って言えるっていうかね、この時期をこういう風に過ごしたんだってい こう誇れるような生き方の話をするかっていう部分、そういうこともなんか直後、震災直後避難先でいろいろ考えさせられたことではありましたですね。ちょっとあれとは違うかもしれないですけども。そうですね、山根さんは改めていかがですか。今回このイベントに登壇するにあたって、私もいろいろ今まで何をメインに伝えてきたかとか、これからどうするべきかとか考えたんですけれども、やっぱり特に双葉町で考えると、これから人が住めるようになって、まだその復興とか町づくりはこれからどんどん加速していく、まだスタート期だと思うんですね。なので、なんだろう、これまでのことの中で何を教訓として伝えるかっていうのが私の中でもまだ定まっていなくて、まだ途中だよなっていう感じがしているところです。なので、これからどんどん街づくりとかが進んでいった時に、自分の中でもいろいろタイミング見てこれまでのことを整理して、双葉に来た人に何を伝えるべきかっていうのは、その時々その時々というか、そのタイミングで改めて考え直していく必要はあるなっていうことと、あとはやっぱり双葉町は地震でもちろん家屋の倒壊とか津波の被害とかもあったんですけれども、やっぱり原発事故による被害っていうのが本当に大きいと思うので、それはやっぱり他のこれまでにないことっていうのがあって、それは双葉町に来た人に町内見てもらうだけではわからないことも結構あって、例えば避難先で町民がどういう思いで生活を続けてきたかとか、そういうのももうちょっと伝えられたらいいのかなっていうところと、その11年間人が住まなかった町がこれから人住めるようになるっていう過程がどういうふうに町づくり進んでいくのかっていうのも伝えていきたいし、いろいろこっちとして伝えていきたいこともいっぱいあるし、でも来た人って実際何が知りたいのかなっていうのも探りながら、そのバランスを見ながら伝えることを考えていきたいなと思っているところです。本当に伝えることって大切です
でもやっぱりものすごく難しいなって思うところも山根さんありますよね。あまりにもこう伝えたいことが、ね、ありすぎるので、それをまあ一つ一つ丁寧に後世に伝えていくことってすごく大事だなと今山根さんのお話を伺って思いました。では青田さん、青田さんにはさらにお二人のお話を聞いて、青田さんのような世代がさらに次の世代に伝えていくには何をどう伝えていくべきかという部分で何かまたヒントがありましたらお聞かせいただけますか。はい、すいません、自分の話になってしまうんですけど、高校生語り部講座の時に、はい、一つすごく思って心に残ったものがあって、その語り部の方がその僕たちみたいに避難した人たちが伝えていかなければいけない、その現地にいて復興に関わってる人だけじゃなくて、そのやっぱり自分の最初の思いっていうのが、その避難してしまってこういうこと言っていいのかなっていう、避難復興に携わってる人にすごく申し訳ないというか、自分のそのちょっとしかない経験を喋っていいのかっていうのがすごく心止めてたというか、伝えるのにすごく止まってたんですよね。でもそこでやっぱ自分のこと伝えていいんだっていうのがあって、そのやっぱり活動されている方がそのいるんですけど、やっぱ会津には伝わってこないというか、なかなか伝わりづらいっていうのがあるので、その手助けというか、そつなぐ部分をできるのかなっていうのが今聞いててすごく感じたんですね。やっぱ若い世代というか、その震災を当時経験した若い人たち、幼稚園とか小学生の人たち、多分避難している方が多いと思うので、そこを通し、その若い人たちを通してもっと双葉の魅力であったりとか、そういうものを伝えて、そして現地で伝えてもらう、そういう伝え方をしていければ、なんか一人じゃなくて全員でやっていく、全員で伝えていくみたいな、その手助けをできればいいのかなと僕は今聞いてて思いました。川村さんどうですか、今の青田さんのお話を聞いていてどんなふうに思われますか。そうですね、大したもんだなって思いますね、正直。ね、僕同じ年の頃は遊び回ってたけどね青田さんはね、廃炉について考えね、自分の経験をこう分からない人に伝えるっていうね、そういう、こう社会活動というか、それができるっていうのは大したもんだなって思いましたね。さらにね、地域の中で生きていきたいっていうようなこともね、さっきおっしゃってましたけど、素晴らしいなっては思います。あと思うのは、実は僕たちのところにもたくさんのこう若い方が来てね、話を聞いたりしたんですけども、でその若い方からいろんな夢思いなんかも話をこう聞くんだけど、なかなかですね、それを形にするっていう方ってはなかなかいないんですよ。思いを伝える、思いを話す、そういうことはもういっぱいいるんだけど、自分が学んだこと、自分がその教訓で得たものをじゃあ形にしようとか実行しようという方はやっぱりとてもね、少ない。ぜひ青田さんにはこれからますます世のため人のためになきゃ頑張ってもらえるとありがたいなというかね、未来は明るいなって感じは今日お話を聞いて思いました。そのじゃあ形にするっていう意味で何かアドバイスなどありますか。やっぱ決意というか決断とかっていうのはとっても大事だと思うんですね。覚悟をするとかね、そういう意味ではこれからまだまだね、勉強してね、幅広い知識を得て、いろんな価値観を多分ね、身につけていくと思うんだけど、その中で今度学んだことは多分どっかの人生のこのタイミング、学ぶ時期、与えられる時期から与えていく時期にこう変わっていくと思うのね。ぜひそういう点では青田さんならできると思いますね。期待したいと思いますけど、山根さんは青田さんの先ほどのお話を聞いていてどんなふうに感じられましたか。そうですね、さっき本当に控え室でみんなで話していた時に、私17歳の時こんなこと考えてたかなって思って、本当にまあ震災の時はやっぱり小さい時に震災があって、その後まあ学校変わったりとか生活がガラッと変わって大変な思いもたくさんしたと思うんですけど、その経験が生かされて今があるっていうことで、本当になんていう、私なんかよりは本当にいろんな経験を
もうすでにここまでしてきているので、本当に楽しみだなっていうのが、はい、本当に一番で、まあ、これから私も本当に結構視点が狭かったりするので、青田くんのような若い子たちの話も聞く機会をもっと増やしていって、自分のこれからどういうふうに過ごしていったらいいかっていうところを本当に参考にさせてもらいたいなと思っています、ね、私自身も本当にそう思いました。で、ね、今川村さんがそのやりたいことを口にされる方は多いんだけれども、形に、ね、することがやっぱりちょっと難しい、そういう人が少ないというお話があったんですが、ちなみに青田さんは今将来に向けてやりたいことだったりとか夢ってどんなことになるんですか？すごく恥ずかしいんですけど、医師になりたいなと、お医者さん、お医者さんになりたいなと、はい、この経験を通じてすごく思うようになりましたね、僕は、はい、どんなお医者さんになりたいとかありますか？どんな場所で医療を届けたいとか。はい、その避難生活っていうのがやっぱり僕にすごく影響してて、その避難先で風評被害であったりとか、そういう被害を受けたっていう方たくさんいると思うんですけど、僕は本当すごく運が良くて、地域の人に温かく接してもらえて、地域の温かさに触れるとか、人の温かさにすごく触れたんですね。なのでそれを恩返しできればいいなと思って、その浜であったりとか、被害を受けた地域で、もちろん医療が多分まだちゃんと提供されていないと思うので、そういう場所に従事して医療を提供したいなと思ってます、はい、お医者さんになりたいと思っていたのはいつ頃からなの？なんて言うんだろうな、正確な進路が決まったのはもちろん高校生になってからですね、中学校の頃から医師っていうものが、まあ、少し念頭にはあったというか、どういうお仕事なのかなとは思ってて、それ高校生になって、その、まあ、もちろんテレビ番組だったりとか漫画だったりとか、そういうものから、やっぱ医師ってすごくなんか人を助けられるし、まあ、身近なお医者さんってすごくいい仕事だなって思って、で最初はやっぱ地域医療にやっぱ僕も興味があったので、はい、地域医療すごく今は興味があってやってます。いや、山根さん本当に力強いですね。私は近い将来双葉町に戻ってきて、まあ、子どもたちと一緒に生活したいなと思ってるんですけれども、やっぱり今の時点ではいろいろ不安があるというか、特にやっぱり医療ですね、双葉郡の医療にはやっぱりちょっと不安があって、何か子どもたちが病気になったとか怪我したっていう時にすぐ行ける病院とかが近くになかったり、あとは休日どこの病院行ったらいいかなとか、病院行けても薬ですね、薬局どこにあるかなとか、ちょっとまだ不安な部分があるので、ぜひそういうところで貢献していただければ、もしかしたら私の子どもの病院の先生になるかもしれないと思ったら本当そうですよね、期待が広まるばかりでいや本当に力強いなと思いながら、私自身も大きなエネルギーをもらっていますが、先ほど山根さんはそういう若い世代の声をもっともっと聞きたいというお話ありましたが、せっかくですので若い世代代表 の青田さんに、山根さん、川村さんが何か聞いてみたいこととかって今あったりしますか？逆にこう青田さんからっていうのもちょっと後ほど伺います。そうですね、僕はまあ聞いてみたいというか、お話を伺って、まさにその通りだなって思ったのは、山根さんがね、母として、あるいは町民としてできることでね、こう町をね、少しで、私ができることは少しなんだけども、こうやりたいっていう風な話があってですね、なんかこう地域を作っていくっていうことは、多分そういう一人一人のちっちゃな行いが大きなこうエネルギーになって作っていくんだろうなっていうことはこう感じましたですね。いろいろね、大きな工場を誘致してね、ダイナミックに復興を展開していくっていうやけどもちろんあるんだけども、こう地域を作っていくのは多分こういう山根さんのような方とか、まあ、僕も本当に自分ができることは何かって考えながら やってるんですけど、なんかそこは改めて感じました。
山根さんは何か青田さん、本当に川村さんに聞いてみたいことなどありますか？そうですね、私はやっぱりこうしたいっていう思いは結構あるんですけど、なかなか実行に移せないタイプなんですよ。なので、そうなんですか、まあ、そういった時に、うんうん、なんだろう、どうしたら実行に移せるのかとか、その川村さんとか今まで、ね、なんだろう、福祉関係のことをしてきた中で、うん、また農業を始めたとかっていうお話も今聞いたので、その原動力というか、うん、何がそうさせたのかっていうのを聞きたいですね。川村さん、そのあたりいかがですか？何がそうさせたのか。震災前はちょっと介護とか福祉の仕事やってて、協調性が大事だと思って、なかなか自分の意見は言わないで、うんうんうんってこう聞いてて、なんか輪をもって尊しとなすみたいなところあったんだけど、こう震災になってですね、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないっていう思いがあったんだけど、周りがなかなかそういう人がいなくてですね、これはダメだって、もう人に任せられないから俺がやるしかねえみたいな感じあって、それからもうどう思われようが、なんかもうどんどんバリバリやっていこうっていうような感じが現在まで続いてるみたいな感じはします。いいんだか悪いんだかは分かんないけども、なんかそういう時のなんか支えになったものとか、パワーの源っていうのはなんかどんなところにあったんですか？やっぱ僕たちが経験するのはこう特別な経験だったと思うんですよ。地域であり時間であり、これはもう特別な経験なので、これはやっぱり僕たちしか経験できないものであって、まあそれをどう取られるかは別にしてもですね、まあその中では当然やるべきことを神様が与えた、あなたは試練を与えたんだから、しっかりしなさいっていうようなことを試されてるような気はして、だったらもうね、なんかしっかりこの時期を乗り越えようというか、頑張ろうっていうふうには思いましたですね。山根さん、いかがでしょうか？はい、そうですね、私もやっぱり双葉町でこれから暮らしたいって思った時に、同世代の人たちがなるべくというか多い方がいいなと思っていて、ただやっぱりこの子育て世代だとまだ不安があるっていうところで、結構迷ってる友達とかもいるんですね。でそういった時にやっぱりまずは自分が何かしなきゃみたいなところがやっぱり、根底に必要なのかなっていうのは、今川村さんの言葉を聞いて、やっぱり自分がやらなきゃダメだっていうのを改めて思いました。自分がやらなきゃ、はい、じゃあどうですか、青田さん、何かもし山根さんと川村さんに聞いてみたいなって思うことなどあれば。聞いてみたいというか、なんて言うんだろうな、もちろん震災っていうものがすごくスポットに当たってしまうと思うんですね、なんですけど、その震災を通して、そのもちろんお花であったりとか、その双葉町の復興だったりとか、あと僕文化とかそういうものをもう一回見つめ直す機会に、まあいい機会であるのではないかなというふうに感じているんですね。その双葉町でお花を育てているなんて僕知らなかったので、今日来て山根さんと川村さんが出るということを知って調べて、あ、こういうことをしているんだっていうのを初めて知ったんですよ。まあそういうものをもっと知る機会が増えたらいいなって、その原発だけじゃなくて、今何をやってるのかっていうのをもっと知る機会が欲しいなっていうのを今聞いてて感じましたね。そのやっぱそれを通してどういう決断をしたのかっていうのももちろん聞けると思うので、そういうものをもっと聞いていきたいなっていうふうに感じてますね。ね、知る機会をもっと増やしたいというお話がありましたけれども、それをこう伝えていくのがやっぱり私たちの役目なのかなというふうにも思いますよね。青田さん、そして川村さん、山根さん、ありがとうございました。震災の経験を次世代につないでいくために、どのように伝え方を進化させて、そして風化させないようにしていくか、もう本当にこれは難しいことではあるんですけれども、私自身も今日のトークセッションを通じて改めて自分の番組で伝えていければなというふうに思いました。そういったヒントを今日はたくさんいただいたような気がしています。で、会場にいらっしゃる皆様もきっと私と同じような気持ちを感じられたのではないかなというふうに思っています。
で、そしてもしそうだとすれば大変有意義な時間でもあり、トークセッションのテーマ、震災の経験を次世代につなぐの、まさにタイトル通りの内容になったことと思います。それではですね、最後にそのこれからも震災を風化させず伝えていく上で、パネラーの皆様から一言ずつお願いしたいと思います。では川村さん、お願いできますか。はい、まあ、今日はこういう時間いただいたので、なんかお話しすることができたんですけど、普段は仕事をしているのでなかなか伝えることはできないんだけれども、そのやってる活動の理由とかなんとかっていうのは、なんかこう実績があれば見る人がに伝わるものがあるのかなっていう感じは、してるので、必ずしも言葉だけでなくても行動することによって伝わるものもあるのかなっては自分では思ってます。でも、ずっとその波でお花を育てられて、この春には農家さんがまた収納されてて、お花を出荷されるんですよね。そうですね、もう多分1億円ぐらいの売り上げになれば産地化の入り口ぐらいには立てると思うんですけど、4億ぐらいになればもう産地になっていくので、ぜひなんかね、形にしたいなって思いますけど、またその素敵なお花で福島の魅力が全世界に広まっていくことを期待しています。そして、山根さん、お願いできますか。今日のここでの話を聞いてですね、最後青田君からですね、やっぱ伝える機会がもっと必要なのかなっていうことも考えましたし、でさらには川村さんのような本当に浪江町で、なんていうんだろう、強い志を持って前に進んでいる方もいるっていうことを本当に肌で感じたので、やっぱりこの地域は被災地っていうところだけじゃなくって、もともとあった人の良さとか伝統文化とかで、そこで暮らす人のたくましさとか、そういうところもやっぱりもっと伝えていかないといけないなっていうのを感じたので、これから人を通してこの地域を伝えるっていうようなことが、そういう時間を作れていけたらいいなっていうか、作っていかなきゃいけないなと思いました。本当にお母さんとしても、それからフルートも演奏されて、語り部としてもすごくパワフルに活動されている山根さんから、私も今日はいろいろなことを学ばせていただきました。では、若い世代代表の青田さん、一言お願いできますか。はい、今回 の, そのこのセッションを通して、その若い世代がどれだけ大事なのかというか、聞く、喋ってもらう人がいて聞く側がいなかったらやっぱり全然機能しないと思うので、その若い世代がもっと熱意を持って聞けるようにしていきたいなと思ったし、あとその川村さんがあったその決意とか決断っていうのがあって、その自分の意思っていう夢を、あと1年今次高校3年生なので、夢で終わらせるんじゃなくて、しっかりとそれを職業としてしていけるようにこの1年頑張っていきたいし、あとそのこれからの将来も頑張っていきたいなと、そう思うことができるセッションでした。ありがとうございました。本当に青田さんのような世代がいてくれると私たちも心強いなと思いますし、青田さんのこれから の, 活躍を本当に全力で応援しています。今日はお三方にお話をいろいろと伺わせていただきました。以上をもちまして、トークセッションの第一部、震災の経験を次世代につなぐを終了させていただきます。ご参加の皆様ありがとうございました。改めて川村さん、山根さん、そして青田さんにどうぞ大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。